とりあえず一旦ノーマルで、まあはい、うちシャーシダイナもあるんで、はい、パワーチェックさせてもらってマフラー変えて、はい、でもう一回計測して。あ、そんなことできるんですか。できますよ。ちょっとね気になるような制御が入ってるんで、はい、どこですか。それはそれで見ないと。ああ、ちょっと一緒にそれってでき、はい、あ、できます。ああ、すいません、ありがとうございます、よろしくお願いします。今何をしているかというと、実は僕のバイクには電気的な不具合があり買った直後から、警告ランプがついてたんですけど、無視したまま京都までやってきました今直していただいているところです。これで一通りは消えた。お、本当ですか。治った。まあ、どうでしょう、まあ、サービスチェックは出てるけど、それはずっとついてます。健康体に戻ったそうです。僕にはどこが悪かったかよく分かんないですがさっきの不具合っていうのはどこに不具合があったんですか。ISC バルブって言って何ゆえどこのタイミングでついたのか。最初からです。最初から何もいじる前からです。はい、なんだろう、うん、まあとりあえずこれで今オールクリア。ありがとうございます。で、はい、実際、工具マークも出ないし、はい、エンジンチェックランプも出ない。はい、上だともうちょっと高いですよね。だいたい、まあ、エンジン軸で、メーカーってカタログ表記してるんで、はいはい、そこから、まあ、だいたいシャーシダイナも後輪後輪出ていくと 15% ぐらい落ちるんだ。まあ、やっぱり、チェーンのフリクションであったりだとか、はいはい、タイヤの、要はロードセルって言って。ああ、なるほどなるほど。じゃあ、あれですね、なんて言うんでしたっけ、エンジン単体の馬力なんですね。そうですそうです。なるほどなるほど。これちょっとまあメーカーさんによって、で最近ね、馬力表示なところ と、キロワットっていって単位が、ね、国際単位が変わってきてるんで分かりにくいところあるんですけど、はいはい、じゃあちょっとこれでマフラー変えてもう一回やってみようと思います。はい、よろしくお願いします。バナナ俺のバナナはい、これが俺のバナナで今車検通るでしょ、これ自体で。それなら通ります。通りますよね。だからノーマルマルタンっていらないんだよ昔の会社と違って。おー、ただよくあるのが、書類を捨てちゃう人が中にはいるので。ああ、そうなんですね。あ、マフラーの、はい、書類、もうそれだけは取ってもらって。行きますよ。
かヒュンヒュン系ですよね。どっちかっていうと。微妙ですけど3馬力ぐらいは全域上がってます、ね、上がってます。嬉しい。3馬力って僕感じられないですけどね、まあ、多分でもそうですね。ただまあほらセーフティーモードからプロパーモードというか、ね、通常モードになったんで、通常モードにやっとそれだけでもすごい体感できると思います。そうですよね、はい、ちょっと長い間セーフティーモードで走ってきましたがすごいすごい多分変化だと思います。実際50馬力ぐらい制御されてたんで、それって結構ですよね。結構ですね。いやありがとうございます、まあ、いろんなこと分かってよかったです。本当です本当ですありがとうございます。50馬力出てないのが80馬力しかない。88馬力で東京から大阪まで京都までやってきましたけど135馬力だったんで西日本はこれから135馬力で嫌になっちゃうね。やっぱりさバイクが俺どっかおかしいよってランプつけてるときは何かしてあげないといけないよね無視しないでこれセーフティーモードになったらエンジンのパワーだけなんですか、抑えられるのは。基本的には最低限走れる力だけしか出さないんで。ってことはこいつもっと燃費が悪くなる可能性があるってことですか。逆に言うとそうかもしれないですマジでかよ深川町の高い時代。ああやったー、かっこいい。かっこいいじゃないですか。いい感じです。はい、いい感じですよね。こいつをちょっと古っぽくしたいなと思って。おお。あら、これかっこいいじゃないですかこれ。いいですね。はい。なんだか。あら。これいいよ。雰囲気出ました。はい。なんか刀っぽいぞこれ。どうでしょう。さっきよりは多くなったんですか。さっきすげえ。多分これ随分コンフォートになったとは思う。なるほど。じゃあ足つきも若干良くなりますね。そうですね。サスペンションで下げたはずなのに足つきがあまり変わらなかったっ足が短くなったのかと思ってたってことはついに足がべったりつく時がいよいよ夢の夢の足がべったりつくやつがもうね、みんなと改造の目線が俺違うんだよもうね、早くとかそういうことじゃないよ。優しいやつがいいんですよ、それ改良することも大事なのでこれちょっとまただったらべったりかもしんないよ。ねえちょっと待って、はい、ちょっと待って、はい、べったりいくかどうかちょっとまたがって切ってみる。はい、まだだったよまあでもほぼまだだったよまだだよ、あと1センチだよ。おちょっと悔しいなまあでも相当楽でしょうね。うん、楽この時点で、うんうんうん、あ嬉しいな。これパワーも上がっちゃってこんな乗りやすくなっちゃって俺これで演奏しても大丈夫ね。嬉しいな、ありがとうございます。はい、またさらに良くなりました。改良を改良を重ねて、はい、あこれあとステップぐらいかな。そしたらでもその前にちょっと僕もこれ楽しすぎてどっか行ってしまうかもしれないありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ここから大阪市、大阪市に今入りました。長かったな、国道1号線。京都のエムテックさんでマフラーを吉村、B77、バナナ缶というやつに変えていただいたんですけど、正直言うと、パワーはね、あのデータ上上がってるんですけども、音は実はノーマルよりもかなり静かになりました。静かになったかどうか分かんないんだけど、音の種類が変わりましたね。なんか刀のノーマルマフラーはなんかそういう雰囲気を作った音を出してたみたいで、割とフォーフォー言ってたんだけど、なんかバイクらしい音になったな、マフラーを変えてから。でも音自体はおそらく静かになってんじゃないかなと思いますね。なんかバイクって感じの音に、前はもっとねひょうひょうって音がしてたんだけど、こいつはねそれっぽいっていうかバイクっぽい音が仕上がります。あとね、僕のバイク実は電子的なエラーが出ていて、なんて言うんだろうね、安全モードに入ってたんですよ、バイク自体が。でそれをしっかり直していただいたので、今僕のバイクはフルパワーで、やっと性能をいかんなく発揮できるような状態にあるんですが、まあいかんせんね、僕がポンコツなもんで、フルパワーを生かすような局面っていうのは絶対出てこないと思うんですけれども、でもやっぱり、トルクから何からなんか太くなった気がしますね。気がするだけなんだけど、まあ下がねスカスカだなと思ってたんだけれども、それなりにあるような感じがするでもやっぱり下ちょっとねないっちゃないんだけれども、走り出しの時の不安感みたいなやつはまあ多少は解消されたのかなと思ってます。今時のバイクって分かんないよね、電子的なエラーみたいなやつって、それ言われたところでと思うし、バイク屋さんとかショップさんってお世話になって改めて思うんだけど、マジですごいなと思いましたね。配線図を見てなるほどふんふんって言ってる姿を見た時に、なんじゃそれはと思いましたけど、やっぱプロってすごいよね、ほんとすごいと思う。鈴木は結構電子的なエラーを敏感に感じるらしく、ちょっといじったりするとそれが原因でいろんなエラーが出たりするらしいんですよね。あ、素人が適当にやらないように。さあ国道1号線をひたすら走ってまいりました。東京の日本橋から延々走ってきて、今もう少しで国道1号のゴールに到着しようとしています。お、京橋の駅だね、あれはね。京橋の駅が見えたっていうことはもうすぐそこだな。京橋っていうのどっちなんだ。東京の京橋は京橋だよね。大阪の京橋は京橋京橋っぽいな。おお、なんか都会になってきたぞ急に。ちょっと大阪なんじゃないのこれ。大阪の雰囲気があるんじゃないの。これをまっすぐ行くと、あと2キロで国道1号の終点に着きます。東京から福岡へ一般道で行く旅、もうすぐ、国道1号線の終点。どこが終点だよこれ。あれ2号の表示になっちゃったぞ。ちょっと待って、あ、ここだね。この交差点が国道1号線の終点です。そして今僕は国道2号線に入りました。本当か、表示がねえぞ。表示がある標識を取りに行こう。標識を、これほら
1号線から2号線の接着点ですね。写真撮っとこう。東京、福岡、一般道の旅、この1号線を見に行って、今日から2号線を始めようと思います。かっこよくない？ねえ。ここから、西宮市に入ります。お、芦屋市に来ました。これ川崎重工のマークですね。これ Z1。 うわー、綺麗な Z1 だな。マッハですか、マッハ。お宝、お宝。